さあ2回目12月の、8かな次は8ですかもう、はあ、変わらない体制なうって12月、まあ今年もまああと残りわずかと1ヶ月となったところでございますが、今年何があったって何も覚えてねえな。とにかく今年特にこれがあったはないな俺も。あ、俺はね本当自分のことなんだけどね、うん、以前の支払いがですね、すべて一気に消してやってね、終わりました。あのね、前の家でさ、うん、ほら、あ、ハウスの方ね、代わりに住んでたやついたじゃん。うん、あいつがさ、防音室を買ってたのよ。うんうん、それを楽天で買ってたの。うん、そのやつが支払いが一生終わってなかったの、ずっと。あ、残りいくらだろうってなったら7万とかぐらい入ってて、うん、しかも全部それがリボ。うわ、減らねえ。おお、なんで俺が払ってんだよって思いながら払ってたのね、ずっと。だけどもう鬱陶しいから一括でもう溜まったから一気にダンって、したら次前使ってた携帯の au のやつの方もリボで9万近くあったのまだ。ああ、これ何買ったんだっけなって覚えてないぐらい。何買ったやつ？わかんない。でも自分で買った覚えもそんなにないのよ。でそれも終わった終わった。だからいわば俺の中で借金が一個もなくなった。何がさ、あれ買ったやつはもともと君の借金じゃないっていうのがすごい。まあそれはちょっとあるよね。うん、意味がわからないもんね、まあ、本当にね、あの差額は請求した方がいいと思う。そうだね、もう連絡つか、友達だからとかじゃなくて、あのごめん、人としてそこはごめんだけどっていう、金返せって言いたくなるぐらい。だけどまあとりあえずプラス関わりもなくせるからいいやっていうので、まあそう、仕事をね、うん、プラスアルファで別物したから、そこを全部貯金に回してて、パソコンとか旅行行こうで貯めてたんだけど、うん、それをする前に自分の中のデメリットであるものを消そうっていう努力の 1年だったんですよ。まずマイナス分を消してまずスタートラインだと。でなんとかしてるので、ハコさんの、ハコさんもそういうのが似たようなのがあったの何個か。あ、それも代わりに俺が払ったの。お前は背負いすぎている。でその分払ってあげたから、あの、うん、ちょこちょこでいいから返してっていう。ああ、そうそう、あの毎月いくら一定とかじゃなくていいから、自分に余裕があるときに返してくれればいいっていうので、うん、もうあの合計で今前の合わせれば8万ぐらいは今ちょこちょこ戻ってきて、であと6万ぐらいかな。そうそう、ハゴさんの分もあのね、まあまず立て替えてあげようって言って。だからそのハゴさんもストレスになってるだろうし、お母さんもストレスになってたから、まあそう、まあそこだよね。なんかストレスがちっちゃいところが積み重なっちゃうとやっぱ疲れちゃうからさ、ね、もぎ取れるならもぎ取っちゃおうと思って。ピクミンかよ。で自分が今そういう状況でどうにかしたから、じゃあ周りのも見てみようと思ったらそんな状態だったから、うん、周りのももぎ取って。なるほどね。今お金を稼いではもぎ取って、もぎ取って、もぎ取って、お母さんが支払ってるやつをいつも家にお金あげ渡してるけどプラスでちょっと渡して、その支払い分に回すようにしてっていうもぎ取り方をずっとして、まあ正直来年も同じ感じなんだけど、ずっとまあまあ、まあ、あと1、2年はまあ人生もぎもぎフルーツ。それはなんだい、なんか面白そうだな。とにかくね、今ねパソコンを新しくしたい。そうね、俺は沼津に行きたいの。沼津っていうか、まあ、静岡に行きたいの。俺も静岡は、あなたがずっとそのさ、あのツイッターでビール乗せてさ、静岡って帰ってるたびにさ、シュッって思いながら俺も行きたいと思って。いやマジでね、あのビールマジでうめえんだよ。サイレントビールのあれマジでうまい、うん、とりあえず沼津に行きたい理由はもちろんだけど、ラブライブが好きだからっていうのも含めて、まあ、あそこ聖地にね、ちゃんとそう、あそこ特に飯がさ、めえじゃん、魚とか強いじゃん、あそこって。金魚みたいな形やがって。金魚、静岡はまあそうで、そうね。金魚みたいな形やがって。車で行くとさ、割とこっからだったら夜だったら1時間ちょっとで着くぐらいだから、うんうん、予定ではあの夜に、車借りて、で静岡までぶっ飛ばして、で近場のサービスエリアぐらいに泊まって寝る、で朝ぐらいに向かうっていうのをしようぜって話をした。違うよ、一回富士急行くんで。やだー。俺
大嫌いだよ俺。絶叫マシンいっぱい乗れるよ。うん、絶叫マシンが嫌だわ。富士急は行ったことねえな。俺は一回ある。あのガンダムの、クッソン出しにガンダムのあったなあのユニコーンじゃない頃のあれがあったね。初代の時とやつだっけ。初代の時行った。懐かしい。あれ何年前だ。あれって15年前くらいかな。やだ我々まだ10代の時だから俺へ中学生くらいで ボールのあれがあったよマジかよクソ缶オケだよすげえなそんなのもあるんだあなんか結構さそこら辺のコラボするよね富士急っていろんなとことコラボしてないあそこ、うん、富士急ってイメージないなあのユニバぐらいしか俺あまあユニバはなんなら俺だって富士急通してどこ行くんだろうって繰り返し言ってたからねあその家族で行った時お父さんに連れられてるでしょお父さんと姉ちゃんだねうんいやないな俺は行きたいとこいや富士急じゃあ今日のテーマはみんなの今行きたいところ今俺は2つあるのが、うん、完全にこっちの関係なんだけど沼津と金沢に行きたい、うん今新しく明日の空っていうのが、うんうんうん、場所が金沢なのよ、うん、石川県石川県で金沢でねで金沢ってまあ歴史が強いところではあるんだけど、うんうん、飯で何があるかなと思ったら2つ3つぐらいいいなと思ったのが、うん、1つがあの金沢ってカレーが有名なのそう、ゴーゴーカレーが金沢のカレーで、そうなんだ。あの金沢カレーっていうのが、そう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 、あのあって、それがゴーゴーカレーの元だから、あのドロッとしてて銀の皿でフォークで召し上がる、フォークアンドツーみたいな。で、カツが絶対乗ってて、それがソースで、であと千切りキャベツ、ね。あのゴーゴーカレーった方が早い。そう、金沢カレーだから。食ったのよ、でもゴーゴーカレーで。うめえと思ってこんなにうめえのかと思ってでそれをわざわざ金沢で食ってみたいってのもあるんだけど現地の味はねあとハントンライスってのがあって、まあ、オムライスなんだけど、はいはい、上にあのアジフライが乗ってでそれがタルタルソースとかかかっててそれで食べるハントンでもそれも全部そうなんだけどやっぱりねあの銀の皿なのあであとは金沢はおでんも有名あそうねそうだからおでんも食べてみたいなっていうのがあって、まあ、結局旅行なんて食じゃんそうだよねそう食と、まあ、メイン食サブ観光だよぶっちゃけた話は、ね、大事そうそう、まあ、確かに歴史関係 あそこは金箔ったんじゃん、うん、あれがあの生産量が1位なんだって日本でそうそうそうだ金箔ソフトクリームとかってあったりして金箔さ食っても栄養素何もないからね奥に延長あるよテレビの後ろに垂れ下がってるそうだからそういうのもいいなと思ってそうだからこうさ聖地って言ってもさ一、うん、つは秋葉で一つお台場だからさ近いのよ前に行ったことあるよねそう行ったことあるからあとあのもう一個の方はあそこはどこだっけな青山と原宿の真ん中だから大体原宿なのよ原宿も行ったことあるのよ割とすぐなんだよね東京なのよであと2つど田舎なのよ急にさ飛ぶよねそうそうそうだからそういうのいいなと思って、うん、今あのお金をね大体20万ぐらい貯めればいいかなっていう体でああまあそしたらもう俺が貯めてその貯めた金で行こうって話をして今金稼いでんだけどその前になくそうって言ったらゼロになっただから1から10 そ, その前になくそうドンであのそうあのお金にか悩まないで旅行したいからあのワンテンポワンテンポここ行こうここ行こうって決まったとこ全部1万ずつ使おうっていうあで余った分は次に使って1万何円とか、ね、して使っていこうっていうのでどんどん加算しようっていうので考えてるけど金がないから今貯めてる最中っていう感じですね頑張ってます、頑張ってますとりあえず行きたいのはその2つだな行きたいとこかうん今、まあ、俺が今ってなると今ってわけじゃないんだけど、まあ、普通にウィンタースポーツできる場所に行きたいっていうのと、はいはいはい、スキースノーボードでも俺もそういうのやってみたいな、あ、行くぐらい。あ、でも今年もちょっと行く予定がね、なくなっちゃったから私体感だけは、うん、あるわよ普通に運動ちゃんとできる人ではあるウィンタースポーツスキースノーボード最速ジジイに最速スキースノーボードやるんだったら最初はスキーの方がおすすめしとく、うん、ボードは割と先発っちゃう人が多いと思う。ボードは怖いね。これが今でしょ。
あのやっぱ普通に横に滑る感覚、まあ、スケボーとかサーフィンとかもともとやってますっていう人だったらいいんだろうけど、ゼロから始めてスノーボードですはちょっと俺はおすすめしないかなって。ゼロから始めるスノーボー生活とにかく全部ミッキーに教わって、ほらああいうのって結構倒れるのもちゃんと練習必要でしょ、あのスキーはまだしも特にボードはちゃんと転ぶ練習を最初にやらないと、うん、大怪我するって言われるぐらいには危険だから、まあ、まず雪とかそういうのになれるんだったら、うん、まあスキーでやった方が慣れやすいかなっていうのは。私はね、ほんとね、一度もやったことないからね。やるしいいよ、意外と。そう、今は自分がやったことないスポーツみたいのをやってみたいな。スポーツに近いけど、ビリヤードとかもやったことないし。ああ、ビリヤードね。面白そうだよね、あれもね。あれもやってみたいしさ。なんか、改めてちゃんとテニスとかさ、バドミントンとかもやってみたいし。テニのやりたいのよ。王子様は帰れ。テニの王子様は帰って。弾がいっぱい増えるの、最後に。弾増えるし、人増えるし。そして、宇宙へ飛んでいく。会場壊しちゃってでかすぎんだろうが、わけわからない。あとないかな。でも、なんかそう、なんかこう、個人的には体を動かすのが好きだからさ。わかる。スポーツはしたい、ね。スポーツいいよね。みんなでボーリング行ってもいいし。まあ、スポーツだったら俺、あとね、アーチェリーやってみたい。アーチェリー面白そうだな。弓道ほどなんか本当にしっかりした格好でとかそこまであれはちょっと大変そうだなってすごい、別にアーチェリーが楽そうだなとは思わないんだけど、なんかこう無心でこう集中する時をちょっとやってみたいよね。なんかこう、まあ、単純になんかスコアゲームじゃんアーチェリーって。だから弓道は当たるか当たらないかのさあれだけど、アーチェリーってスコア稼ぐゲームだからさ。そうだね、隠し技探さなきゃ。Wii スポーツは帰れ。Wii スポーツは帰ってくれ。お前何でも横を打つことやっちゃう。誰がスイカを当てろっつって、的を当てろっつってんだよ。あとバッティングセンターも行ったことない。バッセンね、減ったね。行ったな。あ、でもあれだね、大森のさ、ところにさ、バッティングセンターあるのさ。あ、カロケのあるとこでしょ。そう、この前知ったもん。うん、そう、行ってた場所で、その横何軒かぐらいに宗教があった。そこのね、お掃除行ったのよ。うん、うん、怖かったわ。怖いですよね。宗教の掃除か、怖えなと言ってみたら、普通に優しい人だったんだけどさ、喋り口調がめっちゃ宗教だったのよ。怖いな、怖いなって思ったんですよ。で入ってみたら、うわ宗教と。で、本がバーって並んでて、最後冷たいお茶と お菓子をもらった。夏だったのその時。優しい。人の心はあったね。そうそう、いや、あれだな、この立場になればまだいい人だな。怖い怖いって思いながら、そっとね、ああふうと思って帰った。びっくりしたぜ、マジで。宗教はね、別にまあ人それぞれだから、もう押し付けてこなければ別にすればそれでいいかなっていう。いや、そういいんだよ、信じたいから勝手に信じればいいって感じだから。そうそうそう、そういうことよ。あ、そうだ、もっと行きたいところってなると、まあ普通にサバゲーフィールド行ってみたいっていうのがある。サバゲーフィールド、そう。まだにさ、銃本体とかさ、そこそこ買ってはいるけどさ、結局まだ行ってはないからさ、買って満足しちゃってるんだよ。そう、ね、一度くらいちゃんと行ってみたいなっていうのがあるよね。サバゲが一番でもあれかもね、その行きやすさはあるだろうね。あ、そうそうそう。でもフィールドによっては銃のレンタルもしてくれる場所もやっぱあるから、ちゃんと汚れてもいい服装とかちゃんと別で用意していけば、屋外だったらね、できるだろうから、まあやってみたいのはあるよね、せっかく買ったんならみたいな。そうだね。ただ重いんだよな、俺買った銃全部両方とも重いんだよな。まあでも試さなきゃね、買ったからにはねってのあるよね。でも何年前だ、7年前か、 L96。 一度ぐらい確かにそのサバゲーっていうのをやってみたいんだよね。そう、実際に本当にマジで。ただ一個不満があるとしたら、 L96 は中に何も詰まってないのに、なんであいつ 3.5 キロあるんだよって毎回思っちゃうんだよね。すごい意味が分かんないんだよね。あとさ、電動ガンとかだったらモーター入ってますとかさ、バッテリー入れるスペースがあるためとかさ、分かるじゃん、まだなんか重くなる理由が。うん、L96 はお前その、まあ、そこそこ分厚いのは分厚いけど、なんでこんな重いのっていう。それはあるな。他のスナイパー VSR シリーズとかだったらまだ2キロ切ってるやつとかもあるのに、なんでお前3キロ超えてんだよって。疲れちゃう。持ってて思った。そういうのいいよね。でもね、なんかでもそれこそ買ったらなんかちゃんと飾りたいな。うん、壁にこうね、こういうラック作ってさ、ガンと置いて。
いやだってもう眼ケースの中にずっとしまってあるの。そうなるよね。たまに出してあのタオルでちょっと拭いてあげて、汚れてはないけど、うん、やってるぐらいだしね。それぐらいかな今行きたいとこっつったら。そういう感じですか、ね、うん、やっぱそんなもんよ。やりさんもなんかあるかい。行きたいとこ考えたことなかったな。あんま今はまあ別にみたいな、まあ、行きたいとこか、まあみんなでやりたいこととか、あ、普通にみんなでまた居酒屋行きてえわ。居酒屋行きて、忘年会。あ、忘年会すっか。忘年会、そうだ、しないとね。忘年会か新年会か、どっか食いに行くでもいいし、うん、それか闇鍋じゃないけど、なんか鍋でもまたするか。そうね、とりあえずでも行きたいね。みんなでしゃぶしゃぶ行きたい。またしゃ鍋蔵行く。鍋蔵行こうぜ。しゃぶ蔵って言い方がそれ危ねえよ。言い方がやべえ。だっちゃん吸うな吸うな、吸引するな、いぶすんじゃない。ふーって言いそうになっちゃった。焼肉だとちょっとあの 年というかの体質的に胃もたれが。一本あれ入ってますよ。あ、じいさんじゃない。違う、ゾマ。アーマーゾーン。はい、はい、ルルル。ゾンアマさんだった？お茶。あ、お茶。お茶？茶。マグロ。ご期待ください。マグロ？最近多いお茶のカテキン緑茶ってのをずっと飲んでるから。うん。味で言えばヘルシアに近い味なんだけどね。ヘルシアをまず飲まん。そう。あたしゃ。体脂肪をつきづらくなるとかそういう関係のやつ。うめえんだこれが。ってことで17分になってしまったんで、今回はここまでにしたいと思います。全然いかがだね。いかがなかったというか、どうせすぐ思い出すよ。腰を足をって。ということで今回はここまでです。あー、じゃあまた次週。うわー、うわー。